どうも中田敦彦うす。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会自民党総裁選編 <laughs> どうなのさあ、やって参りました。自民党総裁編。えー、これもね、あの、今ニュースでね、持ちきりだと思いますし。ただ、その、この人がこの人を支持とかね、この人が表明とかね、なんか一個一個のニュースがなんかパン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 って入ってくるけど、だから何なのと。 いうのがよくわかりませんと。そしてなんでこの人がこの人を支持してるのと。で、結局誰がなるのと。そういうのも含めてもうよくわかんないから、結局、総裁選自体がそんなに大事かどうかもわかりませんっていう人にね、今日は楽しんでいただきたい。今日のを見ると、この総裁選こそが、ね、日本の政治を見る上で最も面白いということと、ね。 その上でどういう流れで誰が選ばれるのそこまでわかるようになります。背景とその結果誰が選ばれるかまでバッチリわかるようになるのでそうすると面白いですよ。ねえ、ニュースを見る目が変わります。それはね、もうブワっッとやってきますので断片的なニュースだけではわからない。繋ぎ合わせてみると、そして歴史で見ると面白い。ぜひついてきてください。まあ、だってこの動画ね。 ま、ちょっと一個前の動画、半沢直樹やらせていただいたじゃないですか。それよりも、ね、小説よりきなりですから、<laughs> 半沢より半沢と言っても過言ではありません。ねえ、もう楽しんでいきましょう。倍返しです。さあ、この自民党総裁選、本当に本当にわかんない。ね、なんなのまず自民党の総裁って、結局総裁選ぶだけでしょ党の一番上の人選ぶだけでしょって言うかもしれない。違うんです。これは、いわば首相の選挙。 と言って過言じゃないですよね。つまり、日本の総理大臣を決めるという、その戦いこそが自民党総裁選なんです。つまり、政治家になったら自民党総裁選で勝つ。それが一番の望みなわけですよ。なので、もう言ったらチャンピオンズリーグというか、ワールドカップというか、そういう状態なわけです。ね。サッカーをやってる人にとっては、ワールドカップ決勝は見逃せないでしょ 政治を見る者にとっては、日本の政治を見る者にとっては、自民党総裁選は絶対見逃しちゃいけないんです。なぜなら、議員内閣制だからですよね。つまり大統領制じゃないですから、議員内閣制というのは、その政権の与党、ね。与党が内閣を作って、その内閣で、えー、その与党の一番上の、ね、その党首が内閣になると、えー、総理になると、まあいうシステムなので、もう与党だったら、そのトップ、ね、総裁は、 これ直首相なんですよ。自民党総裁っていうのはもう首相とイコールなんですね。イコール。ね。だからここでよく分からなくなっちゃうんです。素人はね。え、な総裁選じゃ分かんない。ま、わかんない。ま、まだいっか。まだ寝とこう。出番が来たら呼んでください。違う。今だ。そう。今なんだ。首相が決まるんだ。しかも自民党総裁選って、基本的には首相。なんでか。 自民党は、決闘以来、在野したのが、つまり野党だった期間が、たったの4年間しかないんですよ。60年以上の歴史の中で、たったの4年間だけ、細川内閣の93年から94年、そして民主党内閣の、えー、民主党政権の09、九年から12年、2009年から12年、その間の4年だけ、それ以外基本的に自民党ですから。自民党の総裁なのに、逆に、えー、首相じゃなかったっていうのはレアなのよ。 すげえレアなね。そういう人っていうのはそのレアな人として語られるから。つまりこれはもう首相選挙の、ね、大事なもう総本なね。そう選挙で決まってきたんだよ。まあだから言ったらさ、なんか、え、じゃあ俺たち関係なくないって。なんかちょっと寂しいよね。その、じゃ自民党の中で選んで首相決まる。それでいいのかとか言ってる人は、まずそもそもが分かってない。そういう国なんです。 政治家が首相を選ぶ国なんです。そして自民党が与党の国なんです。基本的には自民党が一党独裁。ほぼ一党独裁の国なんです。歴史を見たらそうなんです。ね、すげえイレギュラーな時だけ違う党がやるけど、基本は一党独裁なんです。そして我々が口を出す隙間はないんです。だから、せめて分かって見守ろうよ。 せめて分かって見守りたいよね。俺たちは一票ももう投じれないのに。しかも訳分かんない状態で、あ、首相あの人なんだ。哀れすぎる。哀れすぎる国民。そうでしょだったら、せめて一票投じれないんだったらですよ。この後に及んではね。もうこの後に及んで我々のなすすべがないのであれはせめて理解しようじゃないか。ね。じゃあまずスケジュール分かっていらっしゃいますでしょうか。ね。9月8日に正式に立候補します。え もうなんか候補出てるのに、立候補を表明してる段階。つまり立候補するよって言ってる段階。立候補を正式にやるのは9月8日なんですよ。そこすら分かってない人多いと思う。ね。この立候補は国会議員20人の推薦が必要なの。ね。つまり、やるやる俺もやってみる記念受験とかでやめてと。 ね、その20人のその仲間たちがこいつならいけるって。その20人も結構リスクあるよ。だってさ、ね、こいつで行くって言って外したらだよ。向こうの派閥があ、ね、そのゴールインしたらだよ。あ,あ、あいつらあの時俺たちの敵だったよなっていうことで、肩身が狭くなるわけよ。つまり、これは首相になる人間だけがピリついてんじゃないよって話。 押す人間も命がけよ。首相になれない奴押してたら戸様だかんね。主流派じゃないかんね。はい、お前さ、総裁選の時さ、誰応援してたか覚えてるってずっと言われるわけ。いや、すいません、あの時は、もう本当、気の迷いで本当にもう、前日にパニクっちゃって本当にとかって言うしかなくなるわけ。 あ、あ時支えてくれたメンバーですねっていうところやっぱ大事になるわけですよ。だから、総裁選で勝ち馬に乗る。それが全てだ。銀行員にとっては出世が全て。出向で沈没。自民党員にとって、自民党の国会議員にとって、首相になる人間の勝ち馬に乗る。それが全て。それ以外で沈没。ここは、 自民党員にとって、自民党国会議員にとって最大の勝負なんですよ。間違えるなよ、選択を。絶対に間違えるなよ。誰が勝つのか見極めろそういうことです。そしていつは早く応援しろそういうことですね。はい。立候補が9月8日にあったら、もうあっという間ですよ。ね。えー、9月14日には投開票するんですよ。ね。投票して開く。だからもう投票した日に開票ですよ。そんなその国民全員の、あれじゃないから。ね。 自民党の中での党開票ですから、一時で終わっちゃうね。そしてそこで新総裁決まる。そして9月16日に、その新総裁が国会で新首相として任命されると。そしてそこで組閣なわけですよ。なので、もう勝負は14日。ここで決まっちゃうわけですね。って思ってるあなた、大間違い。はい、大間違い。 政治の世界はそんな甘くないよ当日ドカンで決めるわけないじゃないその前に根回しの根回しの根回しが大事なんですよなのでもう9月14日には勝負はもちろんついてやれよそれが政治の世界だというのが後に分かってきます、ね、面白いですね じゃあ、どの時点で勝負がついたのか、それすらもはっきりしてるんで、ぜひ見てください。さあ、そんな総裁選、ね、過去はどうだったのか。一個前の総裁選は、安倍総理が参戦する。ね、3回に任期が、 二回だったの。ね。一期三年の二回まで、二期まで。だから六年間までしか総裁はできないよっていうルールを変えて、三回までできるようにしようぜという異例のことをやってですね。その上でさらに総裁選をやるわけですよね。で、その三回目やれんのそれともやれないのというところで、安倍さん VS 石破さん。ね。石破さんで553対254で安倍さんは勝利した。 ところがこれポイントなのが、党の国会議員とね、国会議員じゃない党員、全国の党員、これ同数で投票して、それで集めるので、これよく見るとですね、党の国会議員の票は安倍さんが結構持ってってるんだけど、党議員、全国の党員たちの票で言うと45、45%ぐらい石破さんに入れてるわけ。つまり、中枢では安倍さんの力が強いんだけど、 よそ、地方では、反、安倍、安倍さんに対して不満を持ってるっていう人たちも自民党の中にかなりいるよ、というのが匂わせるような総裁選だったわけ。つまり、油断できないわけですよ。ね、安倍、安倍総理がですよ、その辞任する。その安倍総理の、その流れを組みたい人と、その流れを変えたい人の戦いで言うと、余談は許さない。 そういう話なんですよね。不満は募ってるというのが2018年すでに出てたわけですから、ここは予断を許さない。プラス、石破さんについて要マークなわけですよ。なぜなら、2012年ね、第2次安倍内閣ですよね。はい。民主党政権からね、もう一度戻ってきて、ね、自民党で安倍さんね、前は体調不良だったけどもう一回行くぞっていうね、えー、いう時、ね。そこでも石破さん争ってる。その時ね、他の候補も4候補いた。 4候補いた中で、最初の投票で石破さん勝ってるんですよ。石破さん勝ってる。ところが、過半数に行ってないからということで、過半数に最初の投票で行かなかった場合は、トップ2による決戦投票なんです。その決戦投票で安倍さん逆転するわけですよ。つまり、この時もですね、要するに、だから、1個の中央の派閥には強い安倍さんだが、その周り、ね、 他のところで言うと石破さんの人気も結構あるっていうことで、そういう2012年、2018年を経てるので、安倍さんの流れを組もうとする人からするとちょっとピリつく案件なわけですよね。石破さんまた出んのかと。石破ね、この安倍さんの作った流れ変えようとしてないかというところがピリつく。さあ、そんな中候補者が出そろった。ここの個性が面白いぞ。まず出ました石破さんでございます。 ねえ、この人はもう真っ向からアベノミクスを批判してます。ねえ、GDP だとか。 えー、雇用統計みたいなね、雇用率に関しては、確かに数値上は上がってるかもしれないけども、これは必ずしも安倍政権のやり方がうまくいったわけじゃなくて、こうこうこういう理由でたまたま数値が上がってただけだ。むしろ、国民の景気の体感で言うと、全く景気が良くなってるようには思えないだろにもかかわらず、アベノミクス大成功大成功って吹聴調してる。このままじゃやばいでしょ。安倍さんの経済で、そのまま行っていいわけないでしょ。だいぶ批判しております。 その上で、安倍さんのですね、個性。これね、今回も、すごくね、参考になったのがこちらの本はい、自民党、勝つとリス,リスクのマトリックス。これ前も動画でやったんですよ。その時は結構安倍政権を中心に見ていったので、安倍さん、そして菅さん、中心に見ましたね。なので、石破さんや岸田さんの、お話も載ってるんですが、その時は重点的にやってなかった。今回ちょっとそこを見直してみて。 石破さんというのはそういうのを批判してる。ねその上でこのね、安倍総理の動画ね。やりましたよね、安倍政権の動画ね。その時安倍さんの個性としては、基本的にはものすごく愛国心を強めたいっていう人。もう一つが、新米ですよね。アメリカにものすごい、こう、アメリカさんっていう感じでね、トランプさんっていう感じですよね。それに対して石破さんは NG なわけですよ。ね。安保米軍については反対なわけ。ね。つまり、 安倍さんとだいぶ真逆にいるわけですよね。安倍さんが、ものすごくこう、ね、こう、日本の、ね、日本の独自の、軍備をとかね、憲法改正をって言いつつも、新米なんですよ。そういう、ちょっとアンビバレントな個性を持つ、この安倍政権に対して、逆ですよね。基本的に靖国参拝とかも、石破さん消極的。あんまり進めない。そして愛国心は、強要すべきものではない。 っって、て言る。だからあの、あの、防衛大臣とかの経歴が長いからね、なんかその戦争がお好きですかっていう感じなんですけど、そうじゃないっていうね。ええ、だからその、ああ、ああ、ああ、で、その上で、安くに参拝とかも消極的な上で、米軍には反対なわけですよ。ね。かなり不平等じゃないかと。なんでその、相互に守り合うというよりは、かなり日本の負担がでかいように思うと。 いうことで、在日のその米軍基地に関してはかなり反対。なのでそこ大きく違いますよね。ただ、ここ弱点ですね。ずっとそう。議員票です。この自民党内での派閥。 派閥、国会の中での派閥で言うと、石破さんが支持がないわけですよね。その世論調査なんかをね、一部でしたところによると、次の総理誰がいいっていうので、筆頭に上がってくるような知名度と発信力を誇りながら、その党の自民党内でのその影響力で言うと、今ない状態であるわけですね。だから弱点が議員票なんです。 全国党員だとまた違ってくるが、議員票、国会議員なの党員に関して言うとやばい。ここがポイントですね。経歴で言うと、鳥取県知事の父親を持ち、慶応法学部を出た後に三井銀行に入ります。半沢 <laughs> もう半沢ですよね。銀行からなるんだ、なんてね。そこからですね、田中角栄さん、ね。角栄さんの影響を受けて、え界正入りします。 そして、えー、福田内閣の時に防衛大臣とかを務めてですね。その前に小泉内閣の時から防衛庁のね、長官やったりとか、防衛畑で来ながら、その後ですね、えー、麻生内閣とかであの農林水産やったりですね。いろいろやって、元はね、あの、自民党の幹事長も務めたりとかですね。まあ、かなりですね、この安倍さんのライバル的な存在として、ずっと、ずっとこの存在をアピールしていたのがこの石破さんですね。はい。じゃあ、この石破さんだけじゃないですね。 岸田さん。来ました、岸田文夫さん。来ましたね。この岸田さんとはどういう人なのか。あ、石破さんが安倍さんに対抗するものだとすれば、岸田さんは安倍さんから禅情しようとするものなんだね。禅情って何これは譲り受けるってことです。ね。つまり、この岸田さんってのはね、実は賛成議員なんですよ。 二世三世。つまり、お父さんもおじいちゃんも国会議員だった。エリートですね。で、海星高校、東京のトップ高校から、早稲田大学を出て、日本長期信用銀行。半沢。 ね、銀行銀行でね。まさかの銀行銀行ですけども、えー。銀行からですね。えー、父の議員の秘書をして、えー、高知会というね。な、池田隼人系のですね。えー、ところに入って、そこから加藤の乱で何だ揉めたり何だしながらも、えー、高知会の会長を引き継いでですね。えー、安倍内閣の時に、まあ、長く外相、外務大臣をやってたということですね。この岸田さん、ね。基本的にものすごく、 安倍政権の中でですね、波風を立てずに来た男なんですね。それなぜか、ね。なぜかというと、前情して欲しいからですよ。ね。そして安倍さんも麻生さんも、うん、岸田さんにね、あの、次は譲ろうという気もあった。そういう雰囲気を出していた。この岸田さんと安倍さんは同期当選なんですよ。 同期で当選してるんです。ね。その上で安倍さんの方がさらに出世早かったわけですよね。まあちょっと家柄的にもすごいですからね。その上で、えー、岸田安倍ラインはですね、結構ぴったり寄り添ってきたんですね。憲法改正に関しても、宏池会そのものはあまり憲法改正に積極的じゃないんです。ただ憲法改正に積極的じゃないって発言した後で、安倍総理が難色、その発言に難色を示すや否や、 時代に応じて変化していきたいって発言を変えるほどですね、従順に、従順に、安倍政権で波風を立てずにやってきたという、そういう手腕を持つ、順応型の実務派と言われてるんですね。ただこの弱点、ね、発信力とビジョンなんですね。つまり、 従順に、かつ、柔軟にや、やってきたがためにですね、ちょっと個性に欠けるわけですよ。石破さんみたいにですね、ドカーンと、ね。そのいや、安倍政権に対して対抗したいっていうね、強い意見を発信したらやっぱ目立つじゃないですか。ね。で、キャラクターも目立つでしょね。だけど、その割に発信力ないなぁと。プラス、順応するタイプだから、どっちかっていうとビジョンがないって。強烈にここでも批判されてるんですよ。 岸田さんにはビジョンが見えない。この縦と横軸のマトリックスで、うん、ね、表にして、この人はこっちの意見、こっちの意見ってやってるんだけど、岸田さんはそのど真ん中、座標軸のゼロに置かれちゃってるの。この人まだ何にも言ってないって言われちゃってるんですよ。なので弱点はそこですよね。全状できたら最高だけど、ね、石破さんはすごい波風立てちゃってるから、敵も多いわけですよね。敵はいないんだけども発信力はない。その石破さんなの、岸田さんなの。うーん、どっちなの そんな中、そんな中、動き出した。それが、菅義偉官房長官だったんですね。菅さんといえば、秋田のいちご農家から法政大学へ行き、横浜市議になった後に、影の横浜市長という、その時から、あの、影の動きを見せるということね。影の横浜市長なんて言ってですね、その市議時代に人事権を掌握すると、 人は言うことを聞くということを学ぶわけですよね。そんな中、小泉内閣の時に総務副大臣になります。総務副大臣の時にやったのが NHK への人事介入でしたよね。 放送法とか NHK の人事介入とかでですね、テレビ局に対してかなり強い力を発揮する。ね。何か内容に問題のある番組をやった場合には電波量の使用を引き上げるかもしれませんよと言ったりですね。その NHK の会長人事とかに入り,入り込むことでですね、その帰国権益を壊すっていう側面が一つと、もう一つは忖度を生むっていう側面があるわけですよね。 つまり、それまでの業界でかなり強い意見を持ってた人が、うわっと、この業界守ってやんぞっていうのをですね、お前らどけってやる代わりにですね、その代わりもう逆に反動としてブルっちゃってですね、こんな番組流したら電波、電波の免許取り消しだーってなるからですね、あの、 政権万歳みたいなね。そういう番組っていうのをね。えー、作るようになっちゃう。いわゆる、忖度という言葉を作ったのが、まあ、この、菅さんのやり方だったと言われてる。それは、テレビ局だけじゃないわけですよね。その官邸主導を強めるために、安倍内閣で官房長官になるや否や、その内閣が、その、人事権を官僚にも発揮するというね。はい。そ、その組織を作るわけですよね。なので、官僚すらもですね、 あれっつって。出世ゲームの大好きです。官僚ですっていう人たちがですね、あの出世ゲームす、あの、あれになっちゃうんだったら、ちょっと怒らせないでいきたいなっていうことで、気に入られるような動きを見せるというね。つまり人事権を掌握することによって、その人たちが自分たちが何か命令をしなくても、自分たちの意図に沿うように動いてくれるというようにした。それをいい言い方ですると、官定主導。 しかし悪い言い方をすると、忖度政治。まあそういうものの、まあ生みの親と言ってもいいぐらいですね。ヒューマンコントローラーなわけですよね。ヒューマンをコントロールするのがうまい。ね。それは官僚や財界だけじゃないわけですよ。民衆の心も動く、掴むのがうまいわけですよね。一方でそういうかなり高圧的なことをやりつつ、アクアラインですとか、携帯の料金ですとか、そういうものを下げる。アクアラインの通行料とかね。 携帯の電波の料金とか、ね。あと NHK のね、あの、契約料とか、そういうものを下げろ下げろってアピールすることで民衆の心を掴む。つまり、値下げとかお金。目先のお金をあげると民衆はすぐ喜ぶ。難しい政治の話をしたらすごく嫌がるんだけれども、お金をあげたらとにかく喜ぶ。それが国民。これをよくわかってらっしゃる。ね。なので、値下げをすることによって人気をコントロールする。 じゃあ、菅さんの弱点は何かというと、三望気質すぎるんじゃないかと、ね。言われてる。その影の総理とかね。その影の市長とか、ずっと影影で支えるタイプであって、担がれるタイプじゃないんじゃないなんせ、この菅さんは、 えー、ポスト安倍政権という話題になるたびにですね、私はそんなこと未塵も考えてない、ね、出馬する気はないって言ってたわけですから、もうそこが、まあ、出る気がないんだったらそれ弱点だよね、という中、石破さんなの岸田さんなのというところで動いていたんだが、ここですね。だが、なんとそれが一気にここ数日間で、 電光石火の動きを見せた、えー。それが見えてますかここですね。この三者三様の動き、個性分かっていただけたと思います。ですが、この三者の決着実はすでにもうついているんです。ついているんです。どうなったか。294? 過半数は 535÷2 プラス1で268。決まった決まっとったもう決まっとった !9 月2日の時点でもう決まってるやん Honda 3D ないじゃないですかウェブコミュニティプログレス人は何者にでもなれるいつからでも 次はあなただ。